馬乗りになるようにして細金さんに襲いかかり持っていた鎌で抵抗すると山の中へ逃げていったということです細金さんはその後近くに停めていた車を運転して病院に向かい手当を受けました額や口それに右の脇腹などに怪我をしましたが命に別状はないということです襲った熊は体長が120センチから130センチほどとみられ2頭の子熊を連れていたということです 現場は貸し中学校から西に4キロほど離れた山間の地区で熊がたびたび目撃されていました。県の自然保護課によりますと、県内で今年熊に襲われて怪我をした人は18人目で過去5年間の同じ時期と比べ最も多くなっています。今年は子連れの熊の目撃が多く、さらに山ではこれから餌となる。ブナの実がなる時期を迎えて活動が活発になるため。 県は注意を呼びかけています。